STS-72 は1996年1月に行われたスペースシャトルエンデバーによる飛行ミッションである。STS-72 ミッションの主たる目的は日本の微小重力実験衛星である宇宙実験観測フリーフライヤーを回収して地球に持ち帰ることであった。スフは 質量が 3577kg で、1995年3月18日8時1分、UT に宇宙開発事業団により、種子島宇宙センターから H2 ロケット3号機で打ち上げられた。また、NASA の衛星である OS ト f l イヤ r を放出して、約50時間後に回収した。OS ト f l イヤ r は、スパルタン衛星を利用した。 再利用可能な7期目のフリーフライヤーである。オストフライヤーに搭載されていた実験機器は、リターンフラックスエクスペリメント、GPS アティテュードディターミネーションコントロール、エクスペリメント、ソーラーエクスポージャーツーレーザーオーダナンスデバイス、メリーランド大学のスパルタンパケットラジオ、エクスペリメントの4つである。その他、STS-72 に搭載された、 実験機器は、シャトルソーラーバックスカッター、ウルトラバイオレットエクスペリメントエドフト -03、シャトルレーザーアルティメーターペイロード、ブダ -2、国立衛生研究所。NIHR3 エクスペリメント、スペースティッシュ、ロスエクスペリメント、プールボイリングエクスペリメント、サーマルエネルギーストレージなどである。 STS-72 の飛行を終えて着陸するエンデバーゲッターウェイスペシャルペイロードには、米国空軍士官学校の G-342 フレキシブルビームエクスペリメント、日本航空宇宙工業会の G-459、プロテインクリスタルグロースエクスペリメント、ジェット推進研究所のガスバラストキャント、サンプルリターン実験があった。エンデバーでの10回目の飛行となる。 このミッションでは3人の宇宙飛行士が6時間半の船外活動を2回行い、1997年の後半に始まる国際宇宙ステーションの組み立てで使うことになる機器や工具をテストした。飛行5日目のエヴァマイナス1ではリロイ・チャオとダニエル・バリーが、飛行7日目のエヴァマイナス2ではリロイ・チャオとウィンストン・スコットが船外活動を行った。ありがとうございます。